どうもメルトンです。最近スレッチ君なぜピック率が低いんですかという風なね質問が来たので、そちらについてお答えしていきたいと思います。でもう主な原因は言ってしまうと、この子突き上げができない、天井をね破壊することができないっていうね、もう本当か意外と可愛いおじさんっていうね、ちょっと若干使えない部分がねあるっていうことと、あとね真横の部屋にいるときこのハンマー振ったら高確率で、ね、打ち負けるっていう、そうハンマー振り終わった後って硬直するんだよね。だからあのこの子の利点としては、ハンマーを振って相手に徐々に遠くから詰めていくっていう戦い方はねバックよりも全然強いんですけど、音がちっちゃいからねハンマーのなんですけど、あの真横の敵とか間近な敵を倒すときに、超可愛いおじさんっていう、意外とね見た目いかついけど、なんだろうプレイ可愛いからみんなビビることはないですよ。まあねバックくんじゃないわ、そう、その点でねバックくんがね超人気キャラになってるんだよな。あ、待って、そこで停電してる理由ってなんだ。開けちゃおっか、ここなんかいなさそうだもんね。ガレージみたいなのがちょっと怖いところだけど、どんどん行っちゃおう。そこのねところとかよくいるんだけど、もうこういうところドーンって言ったら基本的に敵びっくりするけど俺も死ぬっていういや、こっから先はちゃんと見よう。こっから先は、え、もうキッチンもいない感じ、これちょっとおじゃじゃーん。いや、さすがにやばいかな、キッチン見てくんねえかな誰か。ちょっとドローン運んでくるか、俺多分ここに車の上にも乗っけてるから。まあね結構味方が来てくれたから、あ、キッチン入ったのね。オッケーオッケーオッケー。そう、近道おじさん、ひたすら近道する男。あ、これあれだね、フラグで壊してあげたいけどカメラが今そこにあるから、あ、今壊せるね。タメグレ一応して融資壊して、そうあれね、ディフェンスかかる前にここ爆発させると融資壊せるんですよ。じゃあこんな情報な、重要な情報をね先に言えばよかった。 OK 任せてくれ、俺が決めてやる。おし、ショックワイヤー壊したぞ。ショックワイヤー壊してライオンくんちょっと待ってくれ、俺が切り開いてやろう。え、そこにいないの、いけるやん。裏だ、任せとけ、この俺がくっしん近場してくそう、ここねグレ通せるんで、そうかなりグレ界だな今日。神グレをやる方法とスレッチの近道でね、そうとにかくね、あの有刺鉄線があってディフェンスシステムがあるってなったら、手前のところでタメグレして壊せば引っかかんないんですよ。まああの場合だとね、あの子いなかったからね。よし、今回も炸裂気持ちいいハンマーやっていこう最強の俺ハンマーを見せてやるよ俺が。そしてこの神グレをね見せないとね。まあ基本的にフラググレネード持ってるキャラはね、しっかり活かせるようなね立ち回りしないとね、あのバンディ壊したりだとか、あの細いところからねグレ通したりっていうのはめちゃくちゃ大事だね。あ、どうしよう、この場合だと近道どころじゃないんだよな、話近道どころの話じゃなくて、これ普通に真横の移動もないんだよね。いや、とりあえず開けてくれた方がいいね。ジャッカルもね、ほんとスレッチみたいなねことできちゃうからな。あー、なるほど。あ、いけるやん、折れちゃおう。待って、一回フラグ投げてね、奥のロングは止めましょう。そして降りるよ。あ、いや俺こっからお邪魔トイレの神様だよ。あー、もうとつる、もう敵来ないから、あー言ってえ、ちょ言ってお前何やってんの。いや、さすがにまあね、今の敵だと思ったわ。ちょっとね、俺近道しすぎたわ今の。悪い、俺が悪い、これは俺が悪い。いや、このね海岸線の2階ボムだったらスレッチ君横の移動でとりあえず1回潰して、あの突き上げは突き上げするね。やっぱ空いてる、なんかもうバリケード破片が堂々落ちたわ。そう、もうとにかく俺はフラグで突き上げるぞ。これスレッチ君のねお仕事でできるわけではないんだけど、まあ決めぐれだな、決めぐれしてちょっとミラ張ったらぶっ潰すか。あ、下いるって任せとけ、俺がそのうんぴ君をやってやるよ。うんぴ君どこ行ったんだろう。わあ、うんぴ君探して、いや来るぞこっち。やった、いっぱいいたわ。でもこのうんぴ君じゃ、うんぴ君だからこの子じゃない。待って、君たち来たの、みんな俺のとこ来るの大好きだな。あ、オッケー、ブルーバーで了解。それロックしてあげた方がいいな、一回囲い倒すか。あれ、あの子、あの人一人じゃ絶対やられてしまうので、囲い倒しましょう。
やってくれた、神的にいい人じゃん。ちょっと待って、いい人いい人いい人、ナイス。ジャッカル便利。次も行こうぜ。待って、これ下降りてる気がするわ。俺の予感センサーが、メルトンセンサーが働いてる。いや、引き上げよう。オッケー、ミラミラ、あ、なんか今なんかダメージ入ったぞ。オッケー、どう、はあ、ミラないんだけど、これどうしよう。いやでもなんかダメージ入ったな、何かに ダメージ入ったけど、これルークのアーマーパックとかだったらほんと爆笑なんだけど。いないね。いや上がれるぜ、アッシュちゃん上がれるけど。あはあはぬっ、オッケー任せ、うい。いやこのスレッジのこのいいとこよ、ハンマーでぶっ壊せる。また下は見てくれてるから、これ劇場行こう。真右にいなくて、あいた、短パンいた。いや待てよ、これはね、ここを破壊すると大体逃げ場なくなるんで。こいつあいた、今いた、エルハコ組んでいこう。オッケーオッケーオッケー、ナイス。え、ディージョンやってない。いた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 、いるよ。いけ、髪抜け、よし、倒した。ふしょー、裏来てない。おい、ナイスナイス、ありがとう。そう、ここだね、突き上げ。さっき俺がやったミラポジ。そう、この決めぐれがね、なかなか強いんで。まあね、これバックでやった方がいいかな、これは。はっ、タワーなんだけど、ちょっと待って、この場合だとね、俺のハンマー炸裂どころか、あれなんだよね、普通に3階にハンマードンってやって終わりなんだけど。そういう戦術になってしまうけど、まあいいかな。まあ、とりあえずね、バックくんのお仕事が多いんだよな。このハンマーはね、ちょっと情報修正が来ないとね、かなり微妙な感じなんだよね。まあでも、どうやら運営曰く、シーズン1てかイヤー1シーズン1からずーっといった初期オペレーターっていうのは情報修正が来るみたいだからね、いつか。だからいつかね、このスレッジのハンマーもね、ぶん投げられるようになるのかなって俺期待してるからね。ほんとまが、ほんとスレッジ信じてるからな。はっ、いるのね。危ない、お前超お前超お前、いや、こんなそんなとこにいんの。ちょっと待って、そこにいられると困るんだ。今のはちょっと策敵できる。フラバンじゃないんだ、フラバンではないんだ。お、動かしてくれた。え、そっち動かすの。いや、これね、出てくるのは多分大丈夫だから。ずーっといるのか。はっ、やるやん。お邪魔しまーす。いた、ん、倒す。1人目やっていく、2人目もやってる。いいね、いいよ。いや、あとはこれだ、柱の上のメルトンだわ。爆弾解除開始。橋の上のメルトン来い、俺が全部成敗してやる。あ、アーマーパックあるやん。ちょ、来ていいっすか、自分。ああ、やぶねえ、これやるかと思った。ぶねえ、痛い、今。ちょ、お前。ぶねえ、お前。ああ、今ヒヤヒヤした、今。心臓止まった、今。リアル止まったわ。いや、リロード入ったわ、これ。絶対リロード入ってるわ。よし、どうした。待って、アーマーだけは。俺の洋服。今、上裸だからさ。オッケー。はい、ということで、まあ、こういう感じでね、二刀流なので近距離遠距離、まあ、スレッチ君ね、分けることはできるんだけどね、情報修正でハンマーぶん投げないと意味がないっていうね。はい、ということで皆さんもスレッチやってみてください。ということで、バイバイ。